然后こんにちは、あなたやかです。本日も俳句部始めていきたいと思います。そのね、これね、なんか仕事の人にね、なんかいやーって笑いでて言う、笑わないちゃうかな、これ。でも大丈夫、これ笑っていい役だから聞いてくださいよ。私今ね、このアンカースクリューっていうのを矯正器具で入れて、まあ、3日目ぐらいなんですけど、お聞きの通り4割ぐらいしか喋れてもへんよね。でもせっかくね、こんなに聞き取りづらい時っていうのもなかなかないのでね、今日も動画を撮ろうと思います。そんなわけで本日はですね、日曜日です。日曜日なんですけど、ワンペなんですよ。でね、昨日私の夫がね、結構体調が悪くって部屋のこと結構放置してたんですよ。で、子供たちもずっと家にいて遊びたい遊びたいって感じなんで、先に体調が治った私は子供たちを連れてお出かけしたいと思います。というわけで、部屋がねちょっと片付けたんだけど、まあね、散らかり放題だし、子供たちに言ってさ、体調悪いの見切れないじゃん、子供たちのこと。見てくださいよ、これ。木を半分の長さに、この後ろもすごい曲がってるし、まあこんな感じなんですよ。ちょっと今から一回ね、お片付けなどをしてからお出かけに臨みます。ベロにさ、口内炎ができてるからめっちゃ痛いのに喋るわけ。それでは本日の俳句部は休日ワンオペの様子をお送りしたいと思います。お俳句部スタート。まずはね、昨日の食洗機入れるだけだけどさ、お皿洗いからスタートしましょう。今何もしない、かげえな、ここ。ワンオペ多くて慣れた、やっぱ。ワンオペの方がなんかこう、腹くくれるからいいよね。そういう意味でワンオペのいいところはあるよね。自分でやらなきゃいけないから、容量も良くなるし。最近さ、下げる前からか、こういうさ、ここのお腹のライン、ここが僕ね、すぐこうやってボンって出てきちゃうのよ。まあ、冷えちゃうから良くなってる人もいるかもだけど、お腹出すようにすると、鏡とかで見つかるとキュッと意識するから、出すようにすると勝手にお腹が綺麗になります。あ、手を食いと落とした。やだ、大事件大事件大事件で、ね、大事件ですね。ボイダメよ、ボイしたらダメ。うん、本当に。君はさ、結構もうこんな毎日このこういうことするの、やばい、この洗濯の山だから、これを片付けます。ちょっと体調を崩してさ、家事を一日サボるだけでさ、まず大変だよね、たまると。まずこの喋り方がさ、気まずくって、店員さんとかすごい、この人大丈夫かなって思われてんだろうね、恥ずかしい。この子だけ今ね、ワンピース全部のレッグを見て大はしゃぎ。ジーを寝かせかけたので、お昼寝してます。で、部屋も片付け終わったので、自分のメイクを貼りてます。ママ、マックのポーチ、超可愛くない？バカでかいんですけど、ここにフルメイク道具が貼ってます。いや、もうかわいい。もう開けるだけでもかわいい。入り方が雑なんだよね。今日は、まだ決めてないんだけど、どこ行くか。公園行く可能性が高いので、水焼け止めの。ちゃんと喋れるか、こういう時は。はい、はい、玄関に置いといてください。あ、モネの新作が届いたんだ、多分楽しみ。今日はさ、このファンデ使います。日焼け止めとスタイリーは塗ったので、スタジオラリアンスセラムファンデーション12番、 MAC のファンデの新作なんですけど、これ今日初めて使うの、楽しみ。すごいなって、これすごいんだっけ、結構しっかりめのテクスチャーかも。ちょっと塗ったっていうのに、カバーすごい、しっかりカバーされるわ。なんかちょっとツヤっぽくなんだよね、これ。なんかパール入ってんのかな。いやいや、すごい綺麗、この感じ気に入った。
大体授業が抜けるときはね、作品作りとかの時間になりますね。かわいい。これはワンピースのフィルムねって出てくる絵で、これなんだろうね。今11時なんで、12時にはだけご飯を食べる機会ね。なんか外にどこ行こうかな、ほんと何も決めてない。決めるのが一番めんどくさい僕よりめんどくさい。どうしよう。モネの新作が届きました。モネの新作着てかわいい。これが色違いで、ね、2個はシルバーとね、あとこのリングかわいい。かわいい、これマジかわいい。かわいい。今日はこれにしよう。で、お出かけの準備をします。お出かけのね、荷物の中に結構ね、ありがたくリクエストいただくんでね。これにしよう。シンガポールで買ったやつなんだけど、すごいペランペランで使いやすい。これがね、私がいつも使ってるビーボックスのマグなんだけど、これいいよね。スコールになってるから車とかで飲まれてもこぼさないし、保冷能力がすごいいいからこれ使ってます。おもちゃはまあとりあえず3枚とお尻。車とかにも全然あのおもちゃいっぱい入ってるからとりあえず入ってるよ。一応着替えかな。なんかいきなり水遊び始めたらいきなり服汚したりするから、着替え。長男が服汚すことってあんまりないので、長女と次女の服だけ1枚で済むものを持ってきます。あとタオル、え、こんなんかな。最近めっかり持っていくもの減ったんだよね。だからあとで自分のね、自分の荷物もここにバンって入るから、まあ今日は YouTube 撮ってるから三脚と YouTube のやつと撮影で使うやつと、あと日焼け止め、これがコセ酸化ってプロテクト UV ミスト、まあ、あんまりそんな塗らないんだけど、ミストでこうやってシュッシュッシュッって言うから、日差しが強くなってきた時に使おうかな。荷物めっちゃ減ったんだよね、本当に。もう全然お出かけの意味逆じゃないので、これでお出かけです。というわけで、あっという間にお出かけの準備がきゃきたから、ついでに自分のバッグの中にも出していこうと思います。まずこれ最近買ったんだけど、キーリング、これそうです。 JW アンダーソンのやつなんだけど、可愛くない。これジュンジュンの誕生日プレゼントで違う色のやつを買って、私はこれ買ったので、なんとそうです、気も気が合うですね。鍵と携帯、待って、これもどんな好きな人に届けるの。これジュンジュンもらったの、このステッカー。携帯でしょ、歯ブラシ、必須ですね。あとこれ、なんかこの口の中をこれだけ見れるのよ。引っかかってる、なんか食べ物残ってないかなとかを目でも確認します。で、あとこのポーチ可愛くない。これどこのだっけな。ここのポーチで、ここにざっくり化粧の指定は入ってますね。やっぱ強制してて痛くてご飯食べられないことがまだ、あ、なんかすぐ入れたばっかりあるんで、痛み止めなどがこのポッチの中に入ってます。パン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 ですけど、これでいけます。あとはお財布、ジルサンダーで茜とさんの誕生日にもらったよ、これを入れます。これでお出かけです、今日は。というわけで、今から六本木ヒルズに行きます。なんかね、ドラえもんとクレヨンしんちゃんのイベントやってるみたいで、六本木ヒルズに行きます。で、車の時は大体ここで DVD が付いてるんで、これでみんなおとなしくしてくれます。それでは、出発進行。はい、六本木ヒルズに着きますか。六本木ヒルズに着いて、まあ、小腹が空いてるくらいなのでやめてください。スタバでお昼ご飯を軽く軽食にしましょう。いただきます。イエー、乾杯。乾杯。ママ、これめっちゃ歯に詰まるんだけど食べれるかな。大人でも、うん、大人でも食べるの分かる。詰まる。ママ、いつないんだよ。いいのよ。あ、そう、いつないからここにいるんだよ。カメラに突っかかってるわけじゃないよ。やっぱ
ってもダメなのか、私って今から私が歯を磨きたいのでトイレに行きます。おやすみ、おむつ交換とトイレ歯磨きを済ませました。おむつに着けた。あ、六本木の中であそこにドラえもんがいっぱいいるので、あそこ行きましょう。便利やから。あ、いた、あそこにもドラえもんいるよ。ほら見て見て、あ、こっちもドラえもん本当にいるやん。ドラえもんがいなくなってる。ドラえもんか、あ、そうだよね、いなくなる帽子やもんね。ほら写真撮ってあげるよ、一回で。いなくなるよ。いなくなるんだよね。はい、チーズ。テレ朝に行きます。なんか今回有料の方です。この人はね、料金発生しないので、3人目、大人1人、子供2人で7000円中ぐらいだったかな。テレビに行ったのに甘すぎやつ。いいね、至るところにドラえもんがいて、これも寝っ転がるね、ホテルに。ホテルに。コーナーのちょっとはあそこで並んでます。こういうバスを見るところ。この子は並べませんね、休憩場所があります。いいですね、こういう配慮あれかかい。やっぱあの、上2人は列を並んで待てるようになったのが助かります。お、いいやいいや。あ、うまいうまいうまい、この声、私の。頑張れ頑張れ。なかなか今月大変です。え、なんかドラえもんの音響シアターっていうのがあって、ちょっと今行ってみようと思います。ちょっとこの子眠くって、ずっと抱っこです。眠いね。ピロン、ママ見て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 。今度は遠くタブレットで虹を頑張りに暮らす。頑張った。ジオが寝たので、プールの近くの公園来ましたね。ね、もっと早く、これでブンブンブンってやってみる。せーの。僕が起きました。起きてね、ちゃんと寝しまくり。あなたは？起きて、そうそう、元気ですね。やっぱね、子供はもう公園が行ってたんだよ。一番行くっていう公園が。さっきのヘルズで遊んでたけど、やっぱり、こういう行きとかはあんまり見れないもんね。公園が。スタート。あ、これ疲れてる。お腹空いてるな、この人。ご飯行くか。結構いたぞ、今何時？2、3時間はいるわ。よし、あっくり帰ろう。さて、六本木ヒルズを後にしまして、お祭りに行きます。でもお祭りはビール飲みたいから、一回車を置きます。ビール一杯ぐらい飲まないとやってらんないで。イエーイイエーイ。いただきます。ママ、ママ酔っ払いそうだ。なんか遊ぶもん探そっか。いや、赤いけど、そんな混んでないから。お腹空いちゃって人と、なんかやるかって人と、大変ママ。プンプン。なんだこれは。エアガンくじ。必ず当たるエアガン。何が当たるかな。いいじゃん、かわいいね。ありがとうございます。あなたもなんかくじ引きしよっかね。これ1個いくらですか。こちらのキャラクターの方が1000円です。こちら1500円になります。わお。
高くなる。はい、ありがとうございます。ほら、新しい顔だよ。お、アンパンマン。さあ、お祭り気分は OK。 ご飯行こう。ご飯、ご飯屋さんに行きましたが、顔すぎ。はい、お疲れ様です。酔っ払い、うん、酔っ払わないとやってらんないですよ。ママ、これ美味しいよ。え、鰹節美味しいよ。よくぞ来てくれました。顔やば、顔やば、顔みんな大好き、ジンジンね。いや、ほんまに僕今ね、ちょうど近所の銭湯行こうかなと思った時に佐弥子から連絡もらって、で僕ちょっとね、この近辺にですね、お店に忘れ物したものがあったので、それついでに行くついでに、まあ、一旦佐弥子に今日落ちちゃったんですけれども、一杯どころが今もう2杯3杯になってきて、銭湯いつ行くねんっていうのと生くだ、はい。ということで、本日のおさよ YouTube はいかがだったでしょうか。っていう感じでね、いつもあなたはそこで締めてる感じなんですけれども、あの終わり方いいよね。本当ということで、本日も皆さんおさよ YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。というわけで本日も誠にごちそう、あ、じゃあご視聴いただき誠にありがとうございました。本日のおさよ YouTube はワンオペのつもりがジンジンと一緒に飲んで終わってまいりましたから、ワンオペじゃないかと思うな。そうですね。あと、まあ普段あのご主人さんにあのお子さん見ていただいたお時間、いや当たり前、当たり前ですよ。見てくださってて、こうやって飲む時間もいただいてるので、本当に僕も感謝しながら、ありがとうございます、ありがとうございますと思いながら、踏みしめてちゃんとこの時間を大切に飲んでおります。なんだっけ、かっこみかっこみ、はい。それで本日もサイズでご覧いただきありがとうございました。来週もサイズキューブは元気にやっております。おまけでまた来週もご視聴いただいたら嬉しいです。せーの